结果是我先到了。你也是这样。Hello。棒。最近竹下通是新开了一家古着店啊，带你们去看看。就是这家叫做 Yamahisa， 我觉得还不错。OOTD 是李维斯的外套，加 Tomorrowland 的裤子。店里有蛮多这种巴宝莉的风衣的。看了一下成色跟价格都还可以。我说怎么为什么昨天我那个甜茶的那发型的那些视频的点赞一下子就多了好多，我才知道原来昨天在国内好像沙丘上映了。嘿嘿。哎呦，终于到了。给你们介绍一下我的明星朋友啊，高桥一生。你的狗，你怎么吸烟？五年不见。啊，来て五年ぶり。でも二年ぶりぐらい。長いね。今日何来てるの？今日はね、母との決断。うん。アウェイ行くとコラボする。母と。靴があれコンバース、アディクト。そう、今日ね、スケボーでこうやってしたの、サーフスケートで、うん、でも風が強くてやめた。それで一回家戻ったんだよね。アクセサリー、ヘルメット、ヘルメット。全部ヘルメット？これはパリのヴィンテージショップで買ったの。これは、この間予約してた人が連絡が来て、半年ぐらい待ったの俺。で買えた。アクセサリーこだわってる。人気だ。いや、そんなこだわってないけど、一個いいの持ってればいいかなと思って。サイズ変えればさ、子供とかでもあげられるし。確かに。オンプリセス好き。オンプリセス好き。このオーバーオールが欲しかったの。オンプリセスの？うん。黒のオーバーオール欲しかったんだけど。今どこにも買ってる。そうそうそう。この辺でどっか入ろうかなと思って。ああ。那么就先去 HB 店的 Use 看看吧。ちゃんと。这个必须要。いいも飽きない好きでしょ。うん。でもね、俺1個しか持ってない。1個しか持ってない。そう言えてる。でかい。でかい。あら。いやでも全然ちょうどいいんだ。いい感じ。スタジャン？スタジャンみたいなところ。リトルロック。リトルロック。リトルロック。止めればフードなんじゃない？こうやってやる。そうそう。おしゃれだな。いいね。これやっぱ可愛いね。年末年始に友達がセールで買ってた。レショップ行く？いいよ。下面这家レショップ是我非常最近非常喜欢的一家宝藏品牌。アキナリ很喜欢。それ上にもっと寒かったら青いと着れば。こっちの方がいいと思う。こっちの方がいいよね。俺もこっちの方がいいなと思って。いいね。レショップ呢是一家军风的啊选品店，同时呢他们也会卖一些质量比较高的啊比较少见的一些古着。ちょっとこれで軍感がすごいよね。そうそうそう。軍感がすごい。で綺麗めだ。綺麗めだよね。これでもこの軍でもね。高いねこれ。あ、これ。これがトレンチ。これがブラック。あ、クラはもともとお作りしないですね。今年年初的时候呢，是看中了 Le Shop 跟 Graph Paper 的那件联名的风衣啊，但是，现在一问它已经没有了。合わせやすそうだし、おしゃれだし。うん。
这片呢叫做南青山吧，是属于元素比较东面的那一块。这刚来日本的时候呢，就是元素车站旁边的那些比较感兴趣，比较偏街头一点。但是现在呢，就是品味慢慢的往东面走一点，往青山这边走一点，就是比较古着一点，有设计感觉的衣服。ね、いや。どんなような店？これは、まあ、ミリタリー系が結構多くて、結構好きだね。なんかユニセックスの商品とか。どうぞ。え、俺も軍パン。这家古着店呢就在南青山，里面的东西呢不是阿美卡基，而是欧式的古着。胡椒せんべい。胡椒せんべい。食べてみ。お、ありがとう。胡椒がね、俺めっちゃ好き。うまくな。うまいよね。これをね、食べてもらいたかった。うん。うまいじゃん。有点像那个，有点像那个小小酥的味道。使わないの？まあいいや。どうしよう。これが欲しいんだよね。似合う。なんかつけてればなんか様になってくるよね。あとね、ラース。なんかでもここがなんかもう緩くなるじゃないですか。はい、そこがちょっと気になってるぐらいで、そんなにあ、でもたまにちょっと落ちてきちゃう。あ、それ調整しましょう。あ、いいですね。はい、メガネはちょっと考える？いや、さあ。そうそうそう、アキアの彼女を会いに行くではないけど、これと、スキニーとかしか前までお腹乗せてたじゃん。え、何？二人がイチャイチャしてる。お腹もう終わった。終わったんだ。終わった。そこでそこそこで直しちゃう。そこが見えるから。そう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 、やってないよ。はい、ありがとうございます。あれはただ、なんだ、趣味とかっていうか。そうなの。半年前ぐらいじゃん。え、そう、普通に働いてる日やん。現在天已经黑了。最近日本这个天黑的特别快。コロナさ、頼んでくれ。じゃあ偽物ですね。そう、本物。本物？韓国語できるんだっけ？うん、そうだ、新大久保で、よく行けないし、もめっちゃ頑張って。天冷了就该吃火锅。いやいや、続けて、続けて、続けて、それが俺大好きなの。困った。等了大约30分钟啊，现在终于可以吃了。我也不知道他们两个在拍什么，就是他们觉得我在说日文，觉得很搞笑。ありがとうございました。大丈夫です。终于吃完了，准备回家。今天最后悔的一件事情就是，千万不要穿拖鞋逛街。